こんにちは、レオです。今週はアップルからの突然の新製品発表が続きましたね。19日には新世代のホームポッドが発表されました。僕は新世代のホームポッドが出たことでいきなりホームポッド買おうってなる人って少ないと思ってます。基本的にはホームポッドの第一世代を持っていた人の買い替えか、あとホームポッドミニを持っている人の買い替えで、この後じわじわ増えてくるのがホームポッドミニを検討してるんだけど、ホームポッドっていうのはどうなんだいっていう、このホームポッドミニの対案としてホームポッドを検討する人っていうのが増えてくるイメージです。皆さんどれに当てはまります？ということで、今日はホームポッドミニを中心に検討しつつも、一応ホームポッドも気になるみたいな人に対してホームポッドのことを解説してみようと思います。というか、僕自身がホームポッドミニを2つ持ってるんですけど、まあこれとどう違うねんって思った人間だったので、僕が発表動画を見た後に結果、まあ実は買ったんですね。だから買ってみようと思った、それに至るまでに考えたことをお話しします。で、正直ホームポッドとホームポッドミニは値段が結構違うので、基本的にはホームポッドミニを買う人が多いと思うんですけど、そして多分それでいいと思うんですけど、僕みたいに心の片隅で、いやでもホームポッドってどうなんだろうみたいに引っかかる人も少なくないと思うんですよね。で、僕が考えた両者の違いはざっくり言って3つあると思うんです。1つ目がチップが S5 チップか S7 チップかです。で、2つ目がオーディオのハードウェア性能で、3つ目がオーディオのソフトウェア性能です。これ3つ順番に整理してみます。まず1つ目、チップ性能なんですけど、ホームポッドミニには S5 チップっていうのが搭載されてました。これがホームポッドでは S7 チップに進化しました。で、 S5 チップっていうのは Apple Watch S5 に搭載されていたチップで、 S7 っていうのは Apple Watch シリーズ7に搭載されていたチップなんですけど、ちょっと僕忘れちゃったんで、英語圏のウィキペディアをソースにちょっと確認してみると、 S5 チップと S7 チップでは CPU の処理速度がちょっと高速化してるんですよね。だから S5 ではできない処理で、音質とか Siri の賢さみたいなところがアップしないかななんてちょっとだけ期待しています。あと S6 チップの世代、間の世代で S シリーズのチップには U1 チップっていうものが搭載されるようになっていました。これね、近距離のデバイス間で位置を正確に把握するために必要なチップなんですけど、ホームポッドミニの S5 チップにはない U1 チップが、今回のホームポッドの S7 チップには、この SOC 内、S7 チップ内に搭載されているということです。ただし、今そのチップ内にって強調したのはなぜかというと、ホームポッドミニにも U1 チップは搭載されてるんですね。分かりづらいから整理すると、まあ、あくまでコンセプト上なんですけど、 S5 チップと U1 チップが別々で搭載されていたホームポッドミニと、 S7 チップに U1 チップが内蔵されているホームポッドで、これ違いがあるんだろうかみたいな勝負になると思います。で、これが何に関係するかというと、 iPhone をホームポッドに近づけると iPhone で再生されていた曲がホームポッド側で再生されるっていう、このハンドオフっていう魔法のような、この近くにいると作動するみたいな機能の精度が改善するかもしれないっていうことなんですね。という説を、実は Twitter でカラガナさんっていう方が、もう少し丁寧に別の言い方でおっしゃっていて、それ一理あるなって思って調べ直したのが今話した内容です。だから改善するっていうのは現時点ではあくまで説の一つでしかないんですけど、まあでもこれ大事で、なんでかというと、ホームポッドミニって僕おおむねすごく気に入ってるんですけど、 iPhone からのハンドオフ機能だけは使えなさすぎて、はるか昔にオフにしたんですね、この機能。でもデバイス間の音の切り替えをこう物理的に近づけるだけで完了させられるっていうのは、僕にとってすごく魅力的なので、不確定な情報だし、噂というにも満たない推測、そうであったらいいなっていうポイントなんですけど、でも僕がワクワクして期待してしまっているポイントでした。ここら辺は実際に購入して使ってみて検証して皆さんにお届けしたいと思ってます。で、2つ目がオーディオのハードウェア性能なんですけど、ホームポッドミニから新型ホームポッドへのオーディオ面の進化っていうのは、ハードウェアとソフトウェアの両面に存在しています。で、単純な話、ホームポッドミニよりも大きいので、ハードウェア的には音質は良くなると思います。
でもホームポッドミニでも僕十分満足できがちな耳の人間ですので、正直これ以上大きいスピーカーがついて、しかも僕賃貸に住んでいて、どれだけ効果があるんだろうか、そんなに満足に十分発揮できるんだろうかみたいなところは半信半疑ではあります。僕の動画を見ている人の中にも賃貸とかマンションとか、要するに戸建てじゃないところに住んでる人ってたくさんいると思うので、まあ、僕が実際に購入して使ってみてね、そういう人の参考になる使用感を今後レポしていければと思ってます。そして、ソフトウェア面でのホームポッドミニとホームポッドの差っていうのもあります。何かというと、ホームポッドにはホームポッドミニに搭載されていない空間オーディオとか室内検知の機能があります。で、室内検知機能によって、これ1台でも自分がどういう音を発したらいいかをちゃんと理解して、空間オーディオ機能をこう1台でね最適にしてくれるみたいな、そんな機能なはずなわけですよね、コンセプトではね。でもこれだってあくまでコンセプトの話なんですよね。今でも僕ホームポッドミニ2台接続で、あのステレオサウンドみたいなのはそれだけでいい感じの音を出してくれてますし、それ以上があるんだろうかみたいなところがこのソフトウェアの部分の判断ポイントで、今でも僕は購入したけど半信半疑です。ということでね、以上3つの注目ポイントの全てが、まあ、買う前から万歳っていう感じで受け入れられるようなものっていうほどではないです。でも最初に言った通り、僕がどのホームポッドも持っていないと仮定して、これが初めて買うホームポッドだとすると、あるいは今ホームポッドを持っていて、次ホームポッドミニにするかホームポッドに悩んでいるとすると、ホームポッドミニかホームポッドってどう違うねんと。安物買いの銭失いでホームポッドミニを買いたくはない。かといって無駄に高いお金を払ってホームポッドを買いたくないというふうに多分僕自身悩むと思うんです。で、確かに僕が話したような部分っていうのはホームポッドミニよりホームポッドの方が魅力的かもしれない、その可能性もあるんですよ。だからそのあたりね、半分ワクワクした気持ち、そして半分は疑いの気持ちで購入することにしました。まあ、結構ホームポッドミニが気に入ってるからこそ購入して試してみよう、ちょっと信じてみよう、ワクワクしたいなみたいな気持ちで購入しました。で、最後にこれだけはもう確信を持って楽しみだなって言えることがあります。何かというと、スマートホームハブとしての進化です。今回のホームポッドにはサウンド認識機能と温度湿度センサーっていうのが搭載されました。で、サウンド認識機能は警報器が鳴った時とかに iPhone に知らせてくれる機能だそうです。これどういう挙動になるかまだ全然分かりきってないんですけど、万が一外出時に何か家で発生した時に iPhone に通知が来てくれるとすれば、それ対応がかなり変わるようになると思います。まあ、あとの祭り感もあるんですけどね。あと、湿度と温度のセンサーがつくことで部屋の温度湿度をトリガーとしたスマートホームコントロールみたいなこともできます。スマートホームの共通規格であるこのマターっていうものにも対応しましたので、同じくマター対応を発表済みのスイッチボットをこうエアコンのリモコンにつけておいて、温度湿度に応じて、まあ、自動的にオンオフするとか、あと同様に加湿器もねコントロールしたりして、これますますオートメーションがはかどりそうです。ただし、このセンサー類についてはホームポッドミニにも実は搭載されています。正確にはもともとハードウェアとしては搭載されていたセンサーが今回のタイミングで使えるようになりました。これ発売から1年半くらいね、何の音沙汰もなくホームポッドミニの中で眠らせられていたというのがね、非常にもったいないですよね。早く使えるようにしてほしかったです。まあ、とはいえ、いずれにせよ、アップルがホームポッド中心にこのスマートホームコントロールを目指していくっていう方向性みたいなものが見えたのはちょっと嬉しいポイントです。次に登場するとすれば、画面付きのホームポッドとか、僕は昔から欲しいと言ってるアップルサウンドバー的なスマートスピーカーだと思うんですけど、まあ、スマートホームハブになる驚きの進化をね、今後のホームポッドシリーズ、搭載して遂げてほしいなというふうに思ってます。ちなみに、アップルがホームポッドでスマートスピーカー市場をちゃんと取ろうと思うと、今は全然甘んじてるんですけど、3位4位に、もっと市場を取ろうと思うと、もっと圧倒的に賢い AI とそれ以上に素晴らしいユーザー体験みたいなのが必要になると思います。あの、音質なんてね、ほとんどの消費者にとって価格差を埋めるほどの重要なものじゃないんで、あんまポイントにやっぱりならないと思うんですよね。
Siri の進化はもうそのためにはもう必須なことなんですけど、 iPhone とか Mac とかあとは AirTag とか AirPods 的なこの周辺機器との連携をどんどん増やしてもらって、これ Apple にしかできない、提供できないユーザー体験っていうのを僕たちに提供してくれることを願ってます。まあ、今回の新しいセンサーもまあ楽しみですけど、もっともっと HomePod にセンサー搭載することで、まあ、なんかできるかもしれない、いろんなことをトリガーにして iPhone 側で何かをする、 iPhone 側をトリガーにして HomePod に何かをするみたいな、この行き来をねもっともっとできるようになるとすごく楽しいなと思います。まあ、一つ僕のずっと言ってる説で言うと、 Apple かける金融みたいなところで言うと、さっきの音のセンサーねで火災報知器の音が理解できるようになると火災保険ですよね火災保険の、Apple の、まあ、その事前の湿度温度も含めてですよ、どういう行動をする人がどういう火事を起こしやすいかっていうこともきっと分かっちゃうでしょうねちなみにこの新しい HomePod は万人が現時点でいきなりすぐさま飛びつくようなものではないと言い切れます。まあ、いいものだとしても万人向けの価格じゃないので、あのレビューを見た上で皆さん必要だなっていうふうに思ったら、そのタイミングでよく検討していただいて購入するっていうのが一番おすすめです。ということで現時点で僕が言えるのは以上なので、あとは購入して家に届いて使ってみて皆さんにお届けしていこうと思いますので、以上になります。よろしかったら楽しみにしていてチャンネル登録をしてください。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram のノートやってます。全部レオと山で探したら出てきますのでフォローしてください。以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。